今年たくさん発売されているファンデーションブラシについて使い方を知りたいんですけれども、うん、そうですね、ファンデーションブラシの使い方のコツは、まあ、叩くように毛先をうまく使うっていうことですね。今日はパウダリーファンデーションでやってみたいと思います。はい、はい、ではこのパウダーファンデーションを使っていきますが、ブラシはこちらです。このブラシは、ちょっと毛先が斜めにカットになって、これアットコスメでも一番人気のブラシなんですけども、私も講師ともに愛用してるんですね。すごい使いやすいです。このポイントはこの毛先の面を肌にトントンとこう置くようにつけていくっていうのがポイントになります。取り方はまずブラシの先にファンデーションをなじませます。そしてカバーしたいところにこういう感じでね、トントンとこう置いていくわけ。しっかりカバーしたいところはトントンと毛を押し当てるように、それで外側に向かってはささっと滑らせるように、いつもこう毛先を当てるっていうのがポイントです。すごく手早くできるんですよ。トン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 と、で一番最初につけるとこが一番濃くなるので、まずはしっかりカバーしたい束ねのとことか、まあ、顔の中心ですよね、正面顔、この眉山と眉山の内側のここのところからどんどんとこういう感じにスタートして、で外側に広げていきます。ちょっと毛先、フェイスラインの方はススッと滑らせるようにしていく。たったこれだけで、気になるところはちょっとだけ取って上から重ねてあげると、すごい簡単でしょ、はい、じゃあこっち、はい、山さんやってみて、はい、まずこの頬のこの辺の一番こう毛穴とか気になるところあるじゃないですか、はい、そこからスタートします、はい、軽くトントンと、そう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 、この時にあんまり外に広げないで、まずこの中心から、はい、そう、はい、そんな感じでトントンと、まず気になるところをトントンと毛先で、そう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 、うまいうまいうまい、そう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 、そんな感じ。あとこの口の周りとか小鼻の周りとか、簡単でしょ、はい、で中央ができたら外側にスッスッと毛先を使って軽いタッチで、はい、手早いね、そう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 、それでちょっと気になるところはちょっとだけブラシに取ってなじませて、そこにポイント的に、そう、ちょんちょんと乗せるだけ、もう伸ばさない、はい、目の下もそのブラシで毛先を滑らせないでトントンと軽く優しく叩く、はい、そう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 、うん、そんな感じそんな感じ、まぶたの上も優しく叩く、そう、優しくがポイントです。はあ、いいんじゃない、簡単だったでしょ、はい、ポイントはこの毛先の部分を滑らせないで叩くっていう、こういう風に叩いて毛穴を埋めてあげるっていうのがポイントになります。